長門。え？これは返すよ。すまない。だがな、長門、俺はもともとここの住人だったんだ。だからわざわざ入部するまでもなかったんだよ。なぜならさ、なぜなら俺は SOS 団の団員その1だからだ。ああ、 OK さ、もちろん。長門、悪かったな。ユキ、私の処分が検討されている。誰が検討しているんだ？情報統合試念隊私が再び異常動作を起こさないという確証はない。私がここに存在し続ける限り、私の内部のエラーも蓄積し続ける。それはとても危険なこと。クソッタレと伝えろ。お前の親玉に言ってくれ。お前が消えるなりいなくなるなりしたら、いいか、俺は暴れるぞ。何としてでもお前を取り戻しに行く。俺には何の能もないが、春日を焚きつけるぐらいならできるんだ。そのための切り札を俺は持ってる。一言、俺はジョン・スミスだと言ってやればいい。ああ、そうとも、俺にはヘチマ並みの力しかないとも。しかし、ある日には当変木な力がある。長門が消えちまったら、一切合切あいつに明かして全てを信じさせてやる。それから長門探しの旅に出るのだ。情報統合試念隊が長門をどこに隠そうが、春日なら何とかする。俺がさせる。朝比奈さんや小泉も巻き込んでやる。長門は俺たちの仲間だ。仲間の誰かが行方不明になってそのままほっとくような春日じゃない。鈴宮春日はそういうやつだ。
身勝手で自己中で他人の都合を考えない。はた迷惑な俺たちの団長様だ。情報統合思念隊がどれだけ高度な連中なのかは知らん。きっととてつもなく頭のいい存在だか何かだろうよ。恐ろしく高度な技だっていくらでも使えるよな。だったらなと俺は言いたい。この長門にもっとまともな性格を与えることだってできただろうか。殺人鬼になる前の朝倉みたいにクラスの人気者になるような、明るくて社交的で休みの日に友達とショッピングモールで買い物してるような、そういうやつになってできただろう。なんだって一人寂しく部屋に閉じこもって本だけ読んでそうな鬱な娘を設定しやがったんだ。そうでないと文芸部らしくないからか、ある日が目をつけそうにないからか。誰の思い込みだそれは。つべこべ抜かすなら、ある日と一緒に今度こそ世界を作り変えてやる。お前はいるが、情報統合思念体はいないような世界だってあいつなら作れるんだ。全宇宙をひっくり返しても必ずお前を取り戻す。お前の親玉にそう伝えろ。伝える。ありがとう。